船の上から先祖を偲ぶ洋上慰霊に参加したのは北方領土の元島民ら50人です。新型コロナやロシアによるウクライナ侵攻の影響で北方領土への墓参は2020年から途絶え、洋上慰霊の実施は今年で3年目となります。最大限近づける範囲でお参りです。非常に残念です。残念というより無念ですね。悔しいです。船は根室港を午前9時半ごろに出発し、元島民らは国後島の南側の日露中間ライン近くで島に向かって手を合わせました。洋上慰霊は来月21日まで7回行われる予定です。